ぶりの完封でしたね。もう野球あたりはできないと思ってたんですけど、で相手も同じジャイアンツ、はい、そうですね、多分神宮だったと思うんですけど、そうですね、はい、いつもチームが苦しい時には荒木さんが出てきますよね。そうですね、なんか巡り合わせでね、そういう時になったんで、もう必死でやってます、うん。ヤクルトは連敗を4で止め、逆に巨人の連勝は4でストップしました。勝ったヤクルトの野村監督は、今日は荒木がよう頑張った、1回の満塁をしのいでペースに乗った、荒木様様やとほっとした表情でした。